はいはい、こんばんは、こんばんは、日産自社のクライマー中尾慶太、よろしく。はい、どうも皆さん、ご元気、大間の国よりお届けします。日産自所属バーチャルライバー元気藤次郎です、よろしくお願いします。はい、ハロハロ、日産自所属バーチャルライマーの会の春です。皆さんこんばんは。いやもう長尾忖度師と巷で言われてるんで余裕っすね。空気読みはあんまりこのゲームやったことないんだけどさ、よく分かってないんだよね、正直どんなゲームなのか。やっぱり僕って天才なんで。まあいけるやろという、安直な安易な考えで始めていこうと思います。よろしく。普通に空気読みでいいよな。オプション、2人で空気読み、これは一生やらないですね。ということで、じゃあ空気読みやっていきましょうか。ポチポチンキ。まあ余裕っしょ。何？おおお前よくぞ来た。なんで漢字が表示できてるんだ。この世界を救ってはくれぬか。何これ。はい、しょうがねえな、救ってやるよ。家にしたらどうなるんだろう、めっちゃ気になっちゃった。 RTA のノーと言える主人公。あ、うるせえ、引っ張ったぞハゲ。 RTA だったらこっちが正解。はい、いけない、遅刻遅刻。あ、いいぞ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 。あー、ちょ、救ってやれ、キモートを。よし、え、俺真ん中来たい。どけよ、邪魔したろ。この辺がいいよな。あ、やだ、こういうの真ん中映りたくねえんだよな。このポジがいいんだ。いや、この端っこのね、結構ね、こうめっちゃ、あ、いいわ。はい、こ、超安心すんじゃん、ここ。逆に真ん中に来るのって空気読めないから。真ん中空いてるんだから、だったら真ん中やろ。これはこうじゃね。ふい、あーあああああ、やばい。二人で一緒にゴールしようね。だね。ああ、あ、めっちゃ頑張ってる。わかるぞ、お前の気持ち。一緒にゴールしよう。いや、遅すぎやって、遅すぎやって。365歩のマーチやって。こんな、今日もラブレターは出せなかったな。あの人に届いてくれればいいのに。いやいや、そんなことは許されません。ちゃんと渡してください。低空飛行。あ、届いちゃった。取り方。いや、本当にその人があの人か。いや、ま、待て、あー、突き刺さる。おっと、落ち着け、いいポジションに落ちろ。おーい、スレスナー、お前見えてるだろ、取れよ。面白い動画見つけたの、わー楽しみ。やだ、面白い動画が見たいのよ。うお、お前どういうセンスした。あ、そういうことね。あ、肉食系ドットコム。え、ああ、おばあちゃん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 は座ってもろて。いや、これはさすがに、これはさすがにね。あ、お前なんでぶつかってきた。ありがとうぐらい言えよ。あ、じゃあ上座っちゃう。この人上座っちゃう。よいしょ。見ていてください。あー、やばい。あー、やばい。映り込む、あー、映り込むことになっちゃう。いや、逆にこう一切映りたくないから。こうかな。主張が強い。太陽系デスコか。あ、ちょっとすいません。やめろ、それ一番やりたくないやつだぞ。あ、危ない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 。あ、いいね、それ、それが一番いい。落ち着いてる。カニだ、カニでーす、カニでーす。腹立つ、くそ、やばい。でもちょっとなんか東京でも頑張って。絶対手紙書くから。うん、絶対書かん、絶対書かんぞ。
あ、待て待てろ、去るなって。お、ちょっとやばい、何もしてない時にスティックを押し込む癖、ゲーマーの癖が出てしまいました。リズムに乗るぜ。すごい速いのよ、こんな高速で移動できる。歯医者に来ました。はい、痛かったら手を挙げてくださいね。いや、これ知ってるんだ。でも手を挙げたところで止まらないんだよこいつは。歯医者というのは手が痛いと言ったって止まらないのだ。今は耐えろ、終わった後にめちゃくちゃ痛かったですって言ってやれ。てってれでって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 れでって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 れでって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 れでれれれって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 死んじゃった。真ん中につきていいけど、うわこれ真ん中つきて、うわーどんな風になるのかみたい。絶対左なのは分かってるんだけど、でもいや落ち着くのすごいな。あ、それそれ、これ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 、これが見たかった、これが。あー見られた。お前がサムネに出てくるのだいぶ印象強いな。いいって書きたかった。神って書いたろ。あ、やばい、こっち側がめっちゃちっちゃくなって、ああ、根になっちゃった。書けるねこれ。モアイ。お、上。上杉謙信。杉謙信。下杉謙信。右杉謙信。上杉謙信。謙信ルーレット。あ、下杉。彼氏とお化け屋敷だ。なになに。あ、一緒に合わせて驚けってこと。あー上かな、上だね。ちょっとお化けじゃないの出てきてるけどね。うわー、はい。ちょっと待って待って、どこに入れた。違う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 、そこじゃないよ。鼻に刺さると思わんじゃん。鼻につくんかい。鼻についてるよ。お会計の時間です。ドキドキ。いや、いいよ。あ、ちょっとしまうのが早い。しまうのが早いよ。もうちょっと、もうちょっと耐えろ。ここは僕が払うから大丈夫だって。もういいから。てんてんてん。いいから払わせろ。いいから払わせろ。いいから払わせろ。今日のお昼はコンビニで。何が違うんだ。こっちでしょ。 50% オフ。知ってんだ俺。知ってんだ。うわー分かる。でもこういうの、おおサンキュー。おばあちゃんには優しくする。おばあちゃんには優しくする。ばあちゃん、ばあちゃん。でもいや別にばあちゃん、あ、でも通るのか。まあしょうがない。いやこれは逆にこのなんとかスペース。おい通るんじゃねえのかよ。並ぶなよババア。おふざけんなよ。通ると思ったから前開けてやったのに。お前が並ぶと思うな。ふざけるな。いや私が先ですけど。順番は順番ですけど。彼氏に可愛い子をねだりをする。え、何、わかんないわかんない。ああいや、押した、押すボタン OK だったわ。うわ、奇跡、才能あるかも。天才。お願い。
Party Guy。 いや DJ こうかって、ぶつかってやる、マジふざけんな。おい、スマホ見て歩いてる方が悪いんやぞ。いや、こいつ、お前社会の厳しさ教えてるからな。おら、歩きスマホやめろ、お前スマホ見て歩くな。歩きスマホがどうなるかってよ。おい、歩きスマホするとぶつかるんだよ人と。スマホ見て歩くな、どけ。おい、お前しぶといな。歩きスマホって良くないと思います。人とぶつかるんですよ。おスマホ見て歩くな、学べよ。一回ぶつかったんだったら。あ、なるほどね。起きろ起きろ、寝るな寝るな。あ、起きて起きて。おー、ヒーロー、これぐらいで寝るんじゃないよ。あー、やりすぎた。お客様にお茶出して。いやでもさ、やっぱみんなが好きなのって水じゃね。やっぱみんなが好きなのって水だろ。いや、ちょっと待って、わかんねえ。こういう場合のグリーンティーホットでしょ。いや、ホットコールド、いや、わかんねえ。いや、水嫌いなやつおらんやろ。お茶ん、お茶っつったな。コーヒーちょっと甘めにして。了解。大体3個ぐらいじゃない。俺ストレートが好きなんだけどね。何これ、ちょっとって言ったな。階段にとってのちょっとで入れるからな。ちょっとってどんくらいかわからんよな。でもコーヒーはマジで午後からが普通だから。ちょっとってどんくらい。ちょっと甘めだから5個がスタンダード、6個でちょっと甘め。よし、こんぐらいでいいよ。あ、でもこれぐらいじゃない。彼氏とゲームセンターに来ました。許せねえ。あ、なるほどね。見せてやれ見せてやれ、お前の何パワーをよ。いけ、ぶっ壊せ。おら最強。お前雑魚。ふぅ、よし、ナイス。誰に襲われても安全だね。まあ勝負なんでね、やっぱ楽しめないと。私は悪くないけど仕方なく謝るまであと3秒。あ、違う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 、違う。やばいやばい、人すいませんでした。やばい、その謝り方は一番やばい。 DJ コー、ふぅ、すみませんでした。ポンポン、起きろ。はい。ふんふんファ、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 ふんふんファ。あ。ダラダラファダラボサラダンデルホンドルデンダラブンダンブラブラブンバデンダンダ。今日はリモートワークです。甘いな。こちとら毎日がリモートワークみたいなもんなんだよ。まあ寝るよね。まあ寝るよね。もちろん。寝ます。はい。はい。はい、うまいー。この角度。なるほどね。お誕生日おめでとうはやっぱ切っていくぞ。芸能人のタイムスケジュール。はい、どうも。あ、ちょっと待って、これはちょっと。バーチューバーの Z 子ちゃんです。今機材調整してるんでちょっと待っててね。カチカチ。あー、あるあるじゃん。そこまでするほどか。
怒るな、そんなに。いっぱい入れよ。あーもうないから、もうないからいいや。どかないぞ。ういあーや、どくんかい。ジロジロ見てやろうぜ。早くどかないかな、早くどかないかな。なんすか。あじゃあ最終的に胃の中にいる人数を、なんだ、窓に人数映ってないからわかんないよ。二人出た。あ、ちょっと待って、やばい、答えを入力しよう。ちょっとまずいって。あ、大変だ、燃えてる。あれ、入力できない。なんだっけ、119。いや、わかんない。最初からめっちゃ家族がいた可能性もあるから、だいたい4。あ、やばい、ちょっと待って、あ、やばい、ちょっと待って、クリア、あ、ちょっと、リセット。今回の5問はなんと、本当に燃えたけど家。47人も。今日はクライアントとランチだ。ファミレス行こうぜ。キャバレーなんて。キャバレーってなんだ？キャバレーってなんだ？クライアント？キャバレーって何？あ、キャバクラ？キャバクラさんかな、もしかして。これ待っちゃうわ。ずっと待っちゃう。入力してる間、マジで待っちゃう。いた、押して押して。了解です。あ、何やってんだお前、何やってんだ。ザ・エンドってな。あ、ちょっと待って、こういうのエンドロールまで見る派なんだって。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い。あ、え、な、ちょ、え、何してんの、それ。あ、あ、ちょっと待って、お前、リア充かよ。あ、大変。え、え、え、これでも階段、びっちゃりつける。あー、ちょっと待って、お前、つけんの下手すぎるだろ。でも結構びちゃびちゃにして、寿司食べる派なんだよな。寿司が。ちょっとだけ。ああ、墨汁みたいになってる。墨汁だ、これ。醤油じゃないよ。気づいて。これ墨汁だよ。食べちゃダメだよ。ああ、嫌になっちゃう。ぶん殴りてー。あ、やべ。失礼。でもね、道が狭いのよ。あんたたち。あ、これは逆にこのま。あ、ごめん。あ、ごめん。あ、ごめん。こんな狭い道で手つないで歩くなよ。どいてくれ。あ、バイバイ。あー、シリンさんのところの。地域最大。あなたが落としたのは金の斧の銀の斧の、それともこれ。やっちまってる。どっちだ。正直に言った方がいいのか。正直に言った方がいいのか。よしいいぞ。金の斧、金の斧、タンタカタン。金の斧、銀の斧、タンタカタン。通過したものは何でしょう。英語で答えてね。はい。アポー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 。
チェリー。チェリー。あー、ライアン。何見ライアン。あーあー、これは座るのが正解。え、なんで、あ、座れないんだけど、こうか。お前、どうしたの。ありがとう、座らせてもらっていいのかな、これ。すごい、カタカナの絵みたいな歩き方してるよ、この人。あ、いいんすか、ありがとうございます。え、違う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 、座れって。ちょっと、なんで座んの。あ、そう。思いやり is 大事。あ、なるほどね。はい、これはわかる。おわ、なんかちょっといいラストじゃん。あー、ミスターインクレディブルみたいなことになってる。でででれれれて、すごいなこの子。あー、ちょっぴり抜けてる新人オイル。多少は空気が読めるが、ちょっぴり抜けてる新人オイル。中尾恵子、よろしくね。総合得点370点。やばっ。多少は空気が読めるが、ちょっぴり抜けてる新人オイル。読めてない、これは。ひょっとして空気が読めないと。292点だって。多少は空気が読めるが、ちょっぴり抜けてる餅つき職人。餅つき